こんにちは、クイズキュンです。今回は意外と間違える文章計算の問題です。それでは早速始めましょう。6を3分の1で割ってから8から引くといくつになりますか？終了です。解けましたか？それでは解説に入ります。まず6を3分の1で割っての部分を6÷3=2としてしまうケースがあるようですが、正しくは6÷3分の1、つまり 6×3=18 となります。また次の8から引くの部分で 18-8 をしてしまうケースもあるようですが、8から引くなので 8-18 で答えは -10 となります。いかがでしたか？この問題は2番煎じなので、本家の問題をおまけで出題しますね。それではどうぞ。10を2分の1で割ってから6から引くといくつになりますか？終了です。おまけの答えは本家の動画をご覧ください。 URL を概要欄に記載しています。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんズッキュンできましたか？コメントと高評価、チャンネル登録で応援してくださいね。